どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はですね、ヒルトンミッドタウンニューヨークホテルの前にいます。今ね、先ほどチェックアウトして、これからね次のホテルに向かうところなんですけども、本日はですね、このねマンハッタンで前回、マリオットポイントのね最低ポイントのホテル宿泊させていただきました。あれがね1泊2万1000ポイントで、まあ、非常にね個人的には大満足の滞在だったわけなんですけども、今回はですねヒルトンホテルで必要ポイントがね少ないところをですね宿泊しに行きたいと思います。で、不便だったりですね、またね危険だったりするとあんまり意味がないので、今回はですね前回と同様マンハッタン内のホテルで調べさせていただきました。で、今日はですね8月の3日で調べたところですね、一番必要ポイントが少ないホテルはですねマンハッタンハンプトンイン、ファッショナルディスティリクトというね非常に言いづらいね名前のホテルなんですけども、まあ、前回のね AC by マリオット、まあ、あそことね結構近いホテルなんですけども、今回はですねこちらに一泊ねお世話になろうと思います。ということで、今ちょうどホテルから出てですね地下鉄の入り口に向かってるんですけども、はい、あ、ここにピザ屋さんあるんだ。このレイズピザ、これ見たことあるな。多分有名なお店だと思いますね。見えるかな、はい、シェラトンニューヨークタイムズスクエアありますね、はい、こちらも非常に立地が良くていいですね。で、目の前にねネイサンズもあって、奥にはね今ホープの看板が出てるところに、多分夕方もうちょっとしたらね出てくると思いますけども、あそこにね B 級グルメのハラルガイズのね屋台とかも出ます。ということで、ここのね電車に乗って、ダウンタウンの方にね行きたいと思います。ということで行きましょう。ということで到着いたしました。こちらですねハンプトンインバイヒルトンということで、まだね2時半なんでチェックインできるかどうかわかんないですけども、行ってみたいと思います。ということでチェックインさせていただきました。ありがたいですね、703号室ということで行きましょう。今軽く荷物を入れてみましたけども、どうでしょうか。こんな感じになっております。はい、おー、かなりこじんまりとした感じですね。お、どっから見ましょうか。ベッドはこんな感じになってます。結構大きいですね。うん、悪くない、ちょうどいいサイズで。で、こちらがクローゼットです。なんだっけ、クリーニングバッグと金庫、バスタ、アイロン台とかアイロンとか入ってます。で、こちらに氷入れるやつですね。氷入れ機械ね、あの廊下にありましたんでいいですね、ありがたいです。で、コーヒーマシン、いやコーヒーマシンあんのいいですね、嬉しいなかったんでね今まで。よいしょ。で、引き出し等々は何も入ってないですね。いや、エアコンがねまさかのこのタイプ、はい、置き型のエアコン、めちゃくちゃ涼しい何これすごいですね、初めて見ました。へえ、室外機が外に取り付けられていて、このここからだけ風が出てる感じですね、はい、扇風機みたいな感じですね、冷風扇みたいな感じでも、めちゃくちゃ涼しいです。で、ゴミ箱があって、こちらが窓ですね。眺望を見てみましょうか。どんな感じなんでしょうか。あ、通りが見える感じですね。でも目の前はねビルなんで、まあ美しいかって言われるとそうではないですね、はい。で、このホテルからですね、残念ながらね景観、海が近いんですけど、あの海沿いを見ることはできないみたいですね。で、こちらに目覚まし時計です。あ、ちゃんと USB ポートがある。で、AC もありますね。2つずつあるんで、これは素晴らしいですね。で、ベッドです。ベッド結構でかいです。十分じゃないでしょうか、はい。ではバスルームですね。よいしょ。バスルームはね残念ながらこのホテルにねバスタブ付きはないということで、こんな感じになります。はい。おー、アメニティはちょっと私ね、ハンプトンインって多分日本にまだできてないですよね。ハンプトンインっておそらく多分どっかに今年中にできるはずですけども、はい、こんな感じになっております。これはリムーバーワイプ、まあこれは化粧水みたいな感じかな、アルコールフリーだそうです。で、これが石鹸で、これがあれですね、アメニティですね、シャンプー、
コンディショナー、ボディーソープとタオルですね。でこの下にバスタオルじゃなくてドライヤーとか使いのトイレットペーパーとかがあります。タオルは正面にありますね、はい。でお手洗いがあってシャワーブースです。シャワーブースはよいしょ固定式が1個だけですね。よいしょ。ということでこちらねハンプトンイン、バイヒルトン、こちらは、フィナンシャルディスティリクトっていう地域の、ヒルトンホテルっていう風になります。こちらですねヒルトンホテルのポイントでこのマンハッタン内でですね一番ポイント数がね少ないホテルっていう風になります。で必要ポイントなんですけどもこちらね 49,000 ポイントということでこれがねマンハッタン内で一番ねポイント数が少ないホテルになるわけなんですけども昨日ね宿泊させていただいたヒルトンミッドタウン、あそこが8万ポイントで昨年11月とかに泊まった、ニューヨークミッドタウンの、コンラットですね、あちらが11、あそこは9万ポイントだったかなっていう風になりますんで、こちらのホテルだとまあ大体半分ぐらい行かないぐらいでね宿泊できる感じになりますかね。ちょっとねお水飲ましてください。ちょっとねめちゃめちゃ歩いてすっごい喉渇いちゃった。まあ普通に泊まって寝るだけだったらね全然問題ないんじゃないかなと思います。でダイヤモンドステータスのね特典としては一応ねこちら最上階の客室に入れさせていただいて今飲んだねこのお水あとコーラとスナックですね。ちょっと写真出しておきますけどもこのハンプトンインのねステータス特典としては朝食はね無料で利用できます。明日の朝ね1階のフロアで利用できるんですけどもそれとプラスしてこのねスナックとコーラこちらねまあお水2本でも OK ですしコーラ2本でも OK ですし、まあ、ドリンク2つとスナック2つみたいなね、まあ、そんな感じでチョイスすることができます。ちょっと私はねスナックそんなに食べないんで、まあ、オレオだけいただいたんですけどもう1個ね、まあ、いただいてもよかったんですけど、まあ、食べないんでねちょっともったいないんでねこれだけにさせていただきましたけども、まあ、そういった感じで利用することができます。まあそういった感じですかね。まあそれ以外には特に、まあ、朝食は利用できますけどもちょっと私はね明日レートチェックアウトね利用しないでね空港の方ね行ってしまうのでレートチェックアウトは申し出してないんですけども多分おそらくねある程度はね利用することができるかななんていうふうに思います。まあニューヨークのねヒルトンホテルは基本的に1時ですかねチェックアウトが。コンラットも1時までしかできなかったですし昨日の、ミッドタウンニューヨークのヒルトンホテルも1時までしかできなかったのでもしかしたらこちらのホテルも1時までって言われてしまうかもしれないですね。はいっていった形になります。まあとりあえずね、今ね14時40分ということで、まあ、今日ねお昼をいただいておりませんのでお昼ねちょっといただこうかなと思います。で動画内ではですね前回の動画になってると思うんですけどもダイソーでカレーとカップラーメンいただきましたのでちょっとこれをねいただきたいなと思います。ということでちょっとねセットしたいと思います。はいということでいつも通りお米を作っていきましょう。めっちゃ外で工事の音がしてる。廊下が清掃ですかね。めっちゃガリガリ言ってるんですけど。よいしょ。これなんだ。これがこのカップが、ね、300ぐらいなんで半分ちょっと多いぐらいで OK ですね。これに入れまして。よいしょ。でお水。これも結構いつも適当にやっちゃってます。はい、これもう300なんで。まあ、今回はねカレーをいただきます。よいしょ。でこれで OK ですね。大丈夫そうですね。はい。ということで30分ぐらいで炊けますんで待ちましょう。でねこのホテルにはですねちょっと写真出しておきますけどもコンビニのようなね売店みたいなのがあってそこでねコーラとか、まあ、お水あとスナックビールとかスパークリングワインとかもありましたけども結構ね良心的な値段でありましたのでいいですね。はい、めちゃくちゃ使いやすいです。これあるのないのねわざわざ Amazon Go とかまあ屋台とかもそうですけども買いに行かなきゃいけないんでそれを考えるとね非常に楽だと思います。ということで30分ぐらい待ちましょう。でそうカップラーメンねまずこのカレーはどうやって温めんだっていう話なんですけどこのお弁当箱はですね温める機能もありますんで、まあ、これで温めようかなと思っております。でまあお米はねちょっと蓋の方に避難させて
温めようかなと思うのと、このカップラーメンなんですけど、これねおそらくねホテルのフロントでお湯入れてくれるんじゃないかなと思います。この、まあ、ちょっとねコーヒーマシンでもお湯沸かせるんですけども、まあ、ケトルじゃないんで量が足りないかなと思ってたんですけど、このホテルねカップヌードル売ってるんですよ。ですんで、まあ、おそらくねやってくれると思います。で今回ね幸いなことにホテルに電子レンジがありますんで、これ電子レンジ確か OK だったんで、まあ、これにカレーを入れて温めようかなと思っております。まあ、電子レンジはね使えるって書いてありますんで、まあそれでもいいですかね。うん、まあその方が簡単なんでそれでいきましょうかね。はい、ちょっとお湯もらえるかどうかねちょっと聞いてみたいと思います。ということでできましたんでいただきます。あうまい。あしみる。いやめちゃくちゃうまいっすね。いやこの味がねやっぱニューヨークでね買って食べれるっていうのは本当にいいですね。まあ、今回ね、まあ、明日飛行機に乗って日本帰るんですけど、はい、ちょっとねあの今回2日間だけインターバル日本でいて、まあ、その前1ヶ月ぐらい日本離れてて、まあ、来たっていう感じなんで、もう日本食に飢えてまして、はい、非常に美味しいです。ちょっとあとはねゆっくりいただいて、カレーがねまだお米ね炊けてないんで、もうちょっと待ってねあのお米もねカレーと一緒にいただきたいなと思います。多分ね全部食べきれないんで、まあ残った分はね、はい、夜食にちょっと太りますけどいただきたいと思います。多分全部はねこのお米もねあの 0.5 合でも1合でもいいんですけども、まあ、ちょっと間違えて1合やっちゃったんで多分ね食べきれないと思うんで、まあ残った分に関してはねまた後で食べたいと思います。このホテルね電子レンジがあるっていうのは本当にいいですね。残念ながら冷蔵庫はないんですけども、うん、まあ、この電子レンジっていうのはねなかなか今まで泊まってきたホテルでもねなかなかなかったんで、これはねありがたいですね。ということでちょっとカレーを温めてもうちょっとね待ちたいと思います。ということでお米が炊けました。おー、あいいですね、バッチリ炊けてます。そのままこうやって見せればいいんですね。はい、はい、こんな感じになってます。炊きたてです。はい、でこれにカレーを今ねチンしてきましたんで、はい、ということでいただきましょう。いやいいですね。ちょっとカップラーメンを食べてるんでもう少しねお腹満たされてるんですけども、まあこれでちょっと今3時半なんで、まあ遅めのお昼ということで、まあ、ちょっとこれ食べたら夕飯食べれないかもしれないですけど、ということでいただきます。こういう感じですね。よいしょ、はい、こんな感じで、めちゃくちゃ熱々なんでちょっとやけどしそうで怖い。めちゃくちゃうまいっす。いやうまいですね、うん、カレーもレンチンですけどめっちゃちょうどいいぐらいに温まってますんでめちゃくちゃうまいっす、うん、いややっぱりねニューヨークに来るときには炊飯器とお米持ってきた方がいいっすね、うん、まあ短期的な滞在だったらね、うん、全然いいと思いますけど、長期的にねあの利用される方持ってきた方がいいですね、うん、この炊飯器のお弁当もいいですね、はい、変圧器通せばどこでも使えますんでね。今回のニューヨーク滞在ではねそんなに今回初めてですけども ANA 特典航空券プラスアルファの時は本当にめちゃくちゃ重宝しました。あ日本食食べたいなと思ったら米炊いてみたいな味噌汁飲んでみたいな結構してましたね、うん、ということであとはゆっくりねいただきたいと思います。ちょっとねまた夕方になったらね外出たいと思いますんで、ちょっとしばらくねゆっくりしたいと思います。ということで外に出てまいりました。時刻はね、5時ということでまだね全然外は暑いです。でホテルはねこんな感じになっておりまして、まあ、私はねちょっと歩いてきてしまったんで距離感あんまり分かってなかったんですけど、こちらのホテルはですねバッテリーパークのね近くということで、1番線のサウスフェリー駅でこちらね歩いて来れるということで、しかもね結構近いみたいなんでアクセス的にはね結構便利なんじゃないかなと思います。いやー日差しが強い、そして暑いということで、地下鉄のね入り口探して乗っていきたいと思います。で本日はですねこれからロックフェラーセンターの展望台をね、皆さんにお見せしたいなと思っておりまして、今日ね予約しておりますんで行きたいと思います。今までね何度となくこの
ロックフラーセンターっていうのは紹介してきたんですけども、まあ一眼レフでねお見せしたことは多分今までないと思いますんで、ぜひね、夜景等々を含めて楽しんでいただければなと思います。ということで地下鉄に乗って、ロックフェラーセンター47丁目まで行きたいと思います。ということで地下鉄でロックフェラーセンターまで到着いたしました。まあ、この奥行くとね、ロックフェラーセンターの展望デッキ、まあ、入り口がね今は昔はねこの階にあったんですけど、今はね地上階に行ったみたいですね。はい、先ほど軽く通ってきたらですね、入り口がね閉鎖されておりましたんで、地上階の方からアクセスするみたいな。ひとまずねあと予約のね時間まであと30分ぐらいありますんで、たまたまにスタバありましたんでちょっとここで休憩していきたいと思います。では行きましょう。ということでカプチーノ注文いたしました。そんな大して動いてないのにホテルの移動でかなり体力持ってかれましたね。はい、ずっとね日当たりをずっと20分25分ぐらい歩いてたの、タクシー乗れよって感じなんですけど、もういいかと思って歩いてたら結構疲れましたね。あうまい。これで6ドル、あ違う、あ6ドルですね。はい、大体750円ぐらいですか。高いですね。日本でスタバなんてめったに行かないんで、かなりの贅沢ですね。ちょっとね冷たいのにしようかなと思ったんですけど、店内ねクーラーガンガンで、しばらくしたら寒くなりそうだなと思ってほっとりしました。ということであと25分ぐらいですかね、ちょっとここでゆっくりして入っていきたいなと思います。それではね中に入ってまいりました。軽いねセキュリティチェックがありますので、まあ基本的なものは大丈夫ですかね。カメラ等々を出す必要がありますけど、それぐらいです。で今ね並んでおります。これはね記念撮影の並びですね。まあ、スルーしても大丈夫そうですけどね。並んでおきましょう。まあ、今6時半なんで、今日の日没がね8時ぐらいなんで、まあまあ日の入りぐらいね外に出れれば別に問題ないんで、ちょっと待ちながら行きたいと思います。いや久しぶりですね。あそうそう、料金なんですけど、昔はねこれチケットをここで買ってまた来てみたいなのね結構必要だったりしたんですけど、今はねインターネットでね購入することもできますし、そこで QR コードもね発行して、でまたね時間も自分で選べたりしますんで、この日没の時間帯はプラス10ドル変わって、今回私はね54ドルだったかな。結構すごいですよね高いですよね。6500円から7000円ぐらいということで高いですね。はい、まあ、ニューヨークの観光スポットはどこも高いんですけども、ここが一番高いのかな。まあ、エンパイアステートビルもそんなに変わらないと思いますけど、エンパイアステートビルはね柵があるんですよね。まあ、エンパイアステートビルもすごい綺麗なんですけど、柵越しっていう風になりまして、でさらに上に上がるのにプラスチャージがかかってプラス20ドルぐらいかかるんですよね。まあ、そこは鏡張りみたいな感じなんですけど、まあ、ここはね特にそういうのがなく、360度ニューヨークのね景色が見れて、またねこの景色の中にエンパイアステートビルがねありますので、まあ、こっちの方がね、まあ、今回いいかなと思ってましてこっちにいたしました。まあ、20分ぐらいかかりそうですね。はい、ゆっくり待ちながら行きたいと思います。ということでトップデッキに来ました。こちらがね一番上の展望台っていう風になります。いやいかがでしょうか。今ね日中の時間帯ですけども、かなり綺麗ですね。これからちょうど日が落ちていく感じです。若干奥の方がね霧みたいな感じで曇ってる感じですかね。はい、でもここはね本当に柵がなくて非常にいいですよね。はい、観光スポットはねこんな感じになっておりまして、まあ、ここまでねエスカレーターかエレベーターで上がってくる感じなんですけども、360度ね見ることができますんで、いやいいですね。で今はね、下の方を見てた感じで、こっち側に聞くとセントラルパーク方面のね景色を楽しむことができます。いやこの景色も私が前来た時とはねだいぶ違いますね。この真正面のねちょっと角度的にあんまりわからないかもしれないですけど、薄っぺらいビルはありませんでしたし、その一番左のビルもなかったですね。
で一番右のね、キューブが重なったようなねところも私が昔来た時はなかったですね。いやー、初めて来てからそこまで年数は経ってないですけども、ここまで景色が変わるっていうのは結構びっくりですね。その時の映像とかあるかな。ちょっとあったら出しておきますね。はい。いやー、綺麗ですね。ということで今はね、夕方の6時48分ということで、1時間ぐらいしたらね、日の入りを迎えますので、まあ、それまでね、ちょっとここら辺で眺めていたいと思います。いやー、綺麗に映ってるかどうかわかんないですけども、やっぱりエンパイアステートビルをね、真正面でこのね、眺められるっていうのがですね、このトップオブザロックね、非常にいいです。それでは完全に日が落ちました。ちょっとね、画面越しだとちょっと明るく見えるかもしれないんですけども、まあ、肉眼などね、もうほぼ真っ暗っていう感じですね。いかがでしょうか。こちらが、ロックフェラーセンターの、展望台からの夜景となっております。これね、今一番上の塔にいるんですけども、ちょっと後でお見せしますけどね、はい、1個下にね、ガラス張りの展望台もね、もう1個下にありまして、私はその上の方にね、360度見渡せるところにおります。まあ、どちらもね、無料で入ることができます。まあ、ここはね、非常に風が強いんで、まあ、夏の間はね、気持ちいいぐらいなんですけども、真冬とかね、寒い時期は本当にめちゃくちゃ寒いんで、防寒具をね、持ってきてください。でも冬の方がね、夜景は綺麗です。はい、ではこんな感じで正面にエンパイアステートビルですね。で、その隣にワンバンダービルと、ニューヨークで2つ目に大きいビルとなっております。エンパイアステートビルのね、ちょっと右隣にね、遠くに見えるのがワンワールドトレードセンター、今ニューヨークで一番高いビルとなっております。いかがでしょうか。いや、めちゃくちゃ綺麗ですね。できればね、肉眼で皆さんね、見てほしいですけども、まあ、今ね、なかなか行けない状況もありますんで、こちらで楽しんでってください。これをね、肉眼で見るとね、結構感動すると思いますんで、ぜひいつの日か来ていただければなと思います。まあ、ちょっと高いですけどね、入場料が。はい、こんな感じになっております。いかがでしょうか。いやー、やっぱり綺麗ですね。エンパイアステートビルがね、こうやって真正面でね、綺麗に見えるっていうのは、やっぱりこのロックフェラーセンター展望台がね、非常にいいかなと思います。まあ、もちろんエンパイアステートビルからもね、綺麗なんですけどね、このロックフェラーセンターも見れますんで。いや、でもワンバンダービルとかね、こちら、まあ、ザ・サミットっていう展望台ですね。いや、めっちゃ綺麗に光るんですね。こちらも新しいランドマークになりますね、完全に。いやー、美しい。ではあと一周して、反対側もね、ちょっとお見せしたいと思います。ということで、私はね、こんなところのね、展望台におります。今かなりね、人が増えてきましたね。先ほどまでね、ここまでいらっしゃらなかったですけど、やはりね、夜の時間帯ということで、人がね、かなり増えてきております。はい、こんな感じになっております。この展望台自体もね、非常に綺麗ですよね。で、こちら側ですね、こちらセントラルパーク側ですね。真ん中にね、黒い照明が消えている部分があると思いますけども、こちらがセントラルパークになります。いや、こちら側もね、めちゃくちゃ綺麗ですね。このね、右のキューブみたいなやつもね、これもレジデンス、住まいだそうです。ホテルではなさそうですね。はい、一番上のフロアとか一体誰が住んでるんでしょうね。想像してるだけでちょっと世界の億万長者しかいないと思いますけども、まあ、いくらするかがまずはよくわかんないですよね。
はい、こんな感じになっております。この真正面のねちょっと薄っぺらいビルは先ほど昼間の時間帯はね結構綺麗にあれだったんですけども、まだ建設中ということで照明等々はつかないみたいですね。まだじゃあ次回来た時とかにねまた来るとまた違った景色になっているかもしれないですね。はい、ということでこんな感じになっております。いや反対側もめちゃくちゃ美しいですね。はい、ということで出ましょう。いや、やっぱり夏の時期はいいですね。うん、何より寒くないですからね。冬の時期はね本当にめちゃくちゃ寒いんですよ。まあ当たり前ですけどね、吹きさらしで風が直に当たって逃げる場所もなかったりするんでめちゃくちゃ寒いです。まあそれはエンパイアステートビルもね外なんで一緒なんですけども、もう寒いですね。ということで帰る前にもう一個下のフロアをね、ちょっと来てみました。この時間になるとねもうこのフロアは誰もいらっしゃらないですね。今この空間にも今入ってきた人へ私と2人っていう感じで、まあ、ちょっとね下の段になるとこんな感じのね髪色になってしまうんですけども、いやここもね綺麗ですね。はい、で空間的にはねこんな感じになっておりまして、まああそこのドアからね入ってこれるみたいなねそんな感じになっております。ということで出ましょう。ということで客室に帰ってまいりました。お昼ね結局カレーとカップラーメンを全部食べてめちゃくちゃ腹いっぱいになったんですけど、なんかね今もう夜の10時過ぎてましてお腹空いてしまって、ちょっとニューヨークね最後の夜ということでチキンオーバーライスを屋台で買いました。はい、こんな感じです。いやめちゃくちゃ美味しそうですね。これで7ドルということで、まあこのボリューミーで7ドルだったらニューヨークだったらねかなりいいと思います。この時間までやってて助かりましたね。ではいただきます。めちゃめちゃうまいです。ニューヨークの屋台飯で結構有名なんだよ。これもぜひ食べてみてください。であとホテルからもらったコーラ、今氷もらってきたんで間違いないですね。美味しいです。味付けはねなんかヨーグルトソースみたいな感じなんですよね、このチキンオーバーライスって。でこの赤いソースはその上にね辛いソースみたいなかけてもらうみたいな、そんな感じになっております。まあ、これはちょっとね好き嫌い分かれるかもしれないですけど、個人的にはね結構おすすめなんで、ぜひね屋台で食べてみてください。屋台なんでね基本的には現金しか使えないですね。ということで、あとはゆっくりねいただいて、今日のところはですねあともうお風呂入って休んで、明日ね飛行機乗りますんでゆっくりねしたいと思います。まあっていうかもうお風呂入って歯磨きして多分寝ますね。はい、ということで今日のところはこんな感じで休みたいなと思います。ということでまた明日です。おはようございます。時刻は朝の6時半となっております。はい、ぐっすり寝れました。ちょっとね食べてちょっとね起きていなきゃいけないなと思いながら食べてすぐ寝ると良くないじゃないですかと思ってたんですけど、はい、速攻寝ちゃいましたね。ということで6時半からだったと思うんですけども、このホテルはね朝食がついておりますので朝食の方ね行きたいと思います。こちらに関してはヒルトンのダイヤモンドゴールドってありますけども、まあ、これのステータス特典ではなくて、このハンプトインっていうのはもともと朝食がねついているホテル系列っていう風になりますんで、まあ、ここね米国の本土になりますけれども、ホテルクレジット対応ではなく朝食がねサービスされているっていった形になります。ということで朝食食べに行きましょう。今日ね、こちらチェックアウトして、まあ、飛行機ね乗るわけなんですけども、なんかねディレイしてるみたいなんで、まあ、ちょっとホテルでゆっくりしつつ、チェックアウトねしていきたいなと思います。ということで朝食会場ね行きましょう。では朝食会場に着きました。これはオレンジ、リンゴがありますね。あとオムレットとポテトとソーセージ、あとトースト、ベーグルあります。あとワッフル、自分で作れるみたいです。あ、これを入れるんだ。多分そうですね、これを多分入れて焼いて自分で食べるみたいな。
これかな、これ違うんじゃない。これ作り方は分かんないね、どうやって作るんだろう。ここにワッフルバターってのがある。これをカップに入れて流してで作るのかな。ちょっと作ってみましょうか。あとヨーグルト、あとシリアルとコーヒーですかね、オートミールもあります。でジュース、オレンジジュース、アップル、水、ストロベリージュース、はい、ラインナップはそんなもんですね。こんな感じになります。ではちょっとワッフル作ってみましょうか。 Excuse me? This is push? Push? Yes. Ah, okay. So you use this cup? Oh. And you push for it?おおおおお、センキュー。では行ってみましょう。お、面白い。これを流し込んでこうでこうみたいですね、はい、でも思った以上に簡単なので誰でもできそう。これ出来上がってもあれですね、いつ出来上がるとか全然わかんないんで、だましだましで見るしかないです。おお、思ったよりちゃんと綺麗に焼けるんですね。見よう見まねにやっても結構簡単にでき、綺麗にできました。え、これいいですね。楽しい、はい、綺麗に焼けました。いや、いいですね。で、あとチョコレートソース、あとヌテラとか、あとはハニー、これちょっと何か分かんない、やっぱりこれはソースだったんですね、はい、あります。ではいただきましょう。ではいただいてまいりました。はい、先ほどのチョコパンケーキとチョコワッフル、あとソーセージとオムレツとポテト、あとヨーグルトですね、スプーン取ってこなくてちゃった。あとオレンジジュース、あとこれなんだろう、これちょっと多分これメイプルシロップだと思って取ったんですけど、メイプル、あとトマトケチャップですね、はい、ということでいただきましょう。いや、非常にシンプルな内容の朝食ですけども、このあったかいワッフルがその場で作って食べれるっていうのはテンション上がりますね。子供かって感じ。いただきます。オレンジジュースも美味しい。じゃあいただきます。出来たてのチョコワッフル、このワッフルね、予想以上にふわふわでめちゃくちゃ美味しい。何これ、めちゃくちゃふわふわ、ちょっと想像を超すうまさにちょっとビビりました。美味しい。これちょっとこれ以外パンにしようかなとか思ったんですけど、もう一回焼いて作ってもいいかもしれないっていうぐらい美味しい。これポテトです。うん、美味しい。あとね、コーヒーがねこっち側にありますね、うん、あのね、グリーンティーとかもあったんで、緑茶も置いてありました。びっくりです。美味しい。あとオムレツね。この朝食全員に配ってるってすごいですね。あったかい食べ物ゼロかと思ってましたけど、あったかい食べ物もあるんでめちゃくちゃいいですね、うん、やっぱホテルで朝食食べれるのいいですね、うん、楽です。ということで、あとはゆっくりいただきたいと思います。ちょっとワッフルもう一回行こうかな。めちゃくちゃ本当に美味しかったです。ということで15分ぐらいですね、また一人で喋っておりました。電源が入っておりませんでした。ということで今回ですね、ハンプトンインバイヒルトン、フィナンシャルディストリクトダウンタウンホテルということで、こちらね一泊お世話になりましたけども、
皆さんどうですかね。こちら1泊ね49,000ポイント、ヒルトンホテルの中でこのマンハッタン島にある中でね一番低いホテルでね今回宿泊させていただいたんですけども、こちらが49,000ポイント、先日泊まったニューヨーク、ミッドタウンが80,000ポイント、倍かからないぐらいですかね。でその前にね泊まったコンラッドニューヨークがあそこは90,000ポイントっていう風になりますんで、ここの倍ぐらいですかね、はい、かかったっていう感じなんですけども、まあ、皆さんねぜひ食直なコメントをねいただければなと思うんですけども、個人的にはですね、まあ、朝食とかねあのダイヤモンド特典とかねそういうのはね結構いいのかなと思ったんですけども、やはり、ね、客室がちょっと狭いですね、はい、で49,000ポイントっていうのもちょっと多いですね。そんなにねあのホテル自体が悪いとかそういうわけじゃないんですけども、やはりねあのニューヨークミッドタウンがあそこ80,000ポイントでまた57丁目っていうすごいねいい場所にあって、である程度ね客室もね広い客室が利用できるということで、8万ポイントであのホテルでここは今49,000ポイント、約50,000ポイントでねこの客室ってなると、まあ、ちょっとね見劣りしてしまう部分があるかなっていうところですかね。まあホテル自体は非常に良かったんですけども、比べてしまうとね、はい、ここで49,000ポイント使うんだったらちょっと80,000ポイント頑張って貯めてヒルトンミッドタウンとか90,000ポイントまで頑張って貯めてコンラッドニューヨークとかね、まあ、そういった選択肢になってきますかね。まあもちろんねあの今アメリカ本土ではですねあの朝食サービスね廃止されてホテルクレジット不利化になってるわけなんですけども、このハンプトンインっていうブランドはね朝食ね利用することができますので、まあ、その点ではねいいのかななんていうふうに思うんですけども、まあ朝食もねすごいめちゃくちゃ充実してるかって言われると、まあ簡易的な感じでねまあお腹いっぱいはね食べれますので、まあ、ここはね人によるかななんて思うんですけども、まあ、特に野菜があったりねフルーツがあったりとかねそこまで充実はしておりませんので、ステータス特典の朝食と比べてしまうとねまたちょっと見劣りしてみてしまう部分がありますので、まあここで49,000ポイント使うのはちょっともったいないですかね。現金価格で泊まるとまあどこも高いんですけども、ここも多分ね普通に泊まって今日の価格で多分300ドル超えてくると思うんで、あのコンラッドとかヒルトンミッドタウンだと多分400ドルとか350とかね、まあ、コンラッドだともあの800ドルとか多分しちゃうと思うんですけども、まあ、そうなってくるとねちょっとねもったいないですかね、はい、っていう感じの感想になりましたがね、ぜひねコメントいただければなと思うんですけども、私個人的にはねそう思いましたがね、ちょっとここで使うんだったらもうちょっと頑張って貯めて中心地の方にねあのホテル取った方がまあいいのかななんていうふうに思いました。まあここがね2万5000ポイントとかね3万ポイントとかねそのぐらいだったらね非常にいいなと思うんですけども、はい、この前のね AC ホテルバイマリオットダウンタウンね、この前マリオットの最低ポイントのね、宿泊させていただきましたけども、あそこは2万1000ポイントでめちゃくちゃ良かったので、ちょっとねそれに比べてしまうとヒルトンホテルの最低ポイントで、ね、泊まれるホテルっていうのはちょっと厳しいかなっていう感じですかね。ということで今回ですねマンハッタン内にあるヒルトンホテルの最低ポイントのこちらハンプトンインバイヒルトン、フィナンシャルディストリクトホテルですね、一泊ねお世話になりました。でこれからですね私はフライト控えておりまして、このニューヨークから次は東京を乗り継いでまた別の都市に行くっていった形になります。まあなるんですけども、あとねもうフライトもあと3本で帰国っていう風になりますんで、まあ次回の動画もねぜひ楽しみにしといていただければなと思うんですけども、ここで一旦ですねちょっとこれでフライト入れてしまうとねかなり長い動画になってしまいますので、ここでね一旦動画区切らせていただいて、またね次の動画楽しんでいただければなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。But I've known you too long, it